ラマノンにあるクラポンヌ運河の貯水池とアダンド・クラポンヌの胸像をクラポンヌ運河はフランスにある灌え用水路。16世紀の義士アダンド・クラポンヌによって建設された。クローヘヤを肥沃にする上で大きく貢献した。現在のクローヘヤには複数の運河が流れるが、その中では最古に属する。1554年に着工し、1581年に完成した。 デュランス川から水が引かれ、東から西に流れる。ラマノンを過ぎたあたりで西へ流れ続けるものと南へ流れるものに分岐する。校舎は小さな川に合流した上でベール湖に流れ込む。前者はクローヘイヤを肥沃にする上で大きく貢献するものであり、アルル付近でローヌ川に合流する。本流とみなされるローヌ川へ流れ込むルートの長さは約 90km である。 総流量は毎秒24立方メートルだが、うち14立方メートルは考えに費やされるため、実際にロール川やベール湖に流れ込むのは残りの部分のみである。クラポンルーンガによって肥沃になったのは15000ヘクタールに及ぶとの指摘もある。ありがとうございます。